と言いますと、9月30日にうちの松永忠五郎さんというのは家元でございます。家元松永忠五郎、松永忠五郎さんの後期である喜寿だね、喜寿の以来77歳になりますよというお祝いの会が小泉家でございまして、龍派にとっては非常に大きな会だったわけでございまして、その中国の師匠が、この家元に、今の家元が家元になったのが、多分30年ぐらい前、そして昭和63年だから平成元年だから、その辺は、まあ、覚えてないんですけど、本人も覚えてないですからね。それぐらいになって、まあ、29年とか30年経つわけです。その頃、その中国さんのお父さんは鉄五郎さんですね。だから鉄五郎 に家元名が鉄五郎なら中国が鉄五郎になって襲名すれば良さそうなんですけど、うちの松永の名前の位からすると中国の方が鉄五郎よりか位が上の名前のもんですから、鉄五郎という下の位の名前になって家元になるのはおかしいということで、中国が中国で家元になったわけです。もともと松永中国というとこから出てますから、松永で、ですから鉄五郎さんから家元は中五郎に変わったんですね。で、中五郎に変わった時、みんな鉄なんとかってその前は言ってたわけです。私の鉄五郎のように、ですからみんな中に変えたんですね。中一郎、中二郎、まあ中七郎、中四郎なんですよ。だから中五郎っておかしいでしょ犬みたいでしょね、中五郎はおかしいんじゃないかって話になっていいんじゃない、お前鉄に残したって。で、僕だけ鉄黒が残ったんですね。おかしいからかどうか分かりませんけど、僕だけ鉄黒で、あとみんなチュー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 そんなことでありまして、その当時は、その当時はまだ中五郎さんの、中五郎さんが47歳ぐらいでしたから、その上に、54、5ぐらい、6つ7つ違いでもって吉村幸次郎、松永浅次郎、松永哲十郎という3人の悪いやつがいた、悪いやつがいた歌うたい、吉村幸次郎うちの歌トップの歌うたい、それから松永浅次郎トップの三味線、それから松永哲十郎うちの実の師匠でございますけれども歌うたい、それで松永中五郎さんで、みんなこの、こういうことがいなくなったんで、今度中五郎さんが下の門が、自分上からすると下の門がですね、僕からすると鉄六ぐらい年の差がありますから、この人たちに今度中五郎さんにみんな上の3人の幹部の人たちが、よしよし、これから中五郎さんも盛り立ってね、盛り立って松永頑張っていこうなって言ってスタートしたのは、昭和63年だか平成元年か、その絵を僕は覚えてるわけです。僕は27歳ぐらいです。それでまあ幹部寮でそれがあって、この間その9月30日にご縁方の喜寿のめでたく家元が喜寿まで、まあ、これからも頑張っていっていただくんですが、そういう幹部寮の、まあ、まあ正次郎、幸次郎、哲次郎が言っていたら、どんな思いをしてたかなと思いまして、こうするわけでございます。うちの師匠が来てると82歳というわけですね。で、家元が77歳で、まあ皆さんに、今日も、今日やったスケロクなんていうのは、スケロクっていうのも結構うちの師匠に弟子郎がよく歌ってくれて、僕が弾いてっていうのも松永になったことありますし、先ほどのマガショっていうのは正次郎にもうコン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 とこう教わった曲でございます。その三味線の手っていうのがあるんですけれども、正次郎さんから教わった手しか僕は弾けないです。だから中五郎さんの手は弾けないぐらいに、この正次郎さんの教わったものがしっかり入っちゃってぐらいに、こうだから懐かしいもんだなと思いました。それで都風流っていうのは、去年だか今年だか家元と2人で、演奏会で弾いたりなんかして、思い出のある曲、この思い出のある曲を3つ今日聴いていただきました。それでこれから聴いていただくのがワンピース。